この約束の地でわしとお前が今向き合った力任せでは訪れぬ綾、これぞ絆とわしは思う。家康様の絆、運命の大一番、全軍死力を尽くして家康様をお支えするのだ。負けは気にするな、生きて帰ってくればいい。はっ、力と知力を編み込んで大きく広げるのは俺たち兵卒だ。そっちの親分殿へ、こっちの親分がやられました。三成や賢人がのめり込むのも無理からぬか。余力はあるか、月で押しし。案ずるな、半兵衛、我の本領はここからよ。我が生涯、これ修羅場なり。よう家康、この戦借りるぜ。こいつにちょいとばかし見せたいのに。ねえ、そしてなお続く尊き絆だが、今はそれを求めない。みんな必ずや生きて帰ってくれ。伊達氏よ、ここで私に何を見出せと。その答えはお前しか知らねえ。あんた自身で気づくんだ。己を変える光にな。あなた方はまばゆいな。この眼球を腐らせたことに前座にも過ぎぬだろう。しばしお付き合いいただこう。その命をもって我が国の礎となる。まことの架け橋とは、あなた様を置いて他におられません。無論よ、我は全てを未来へと導く。我が怒り、そう、お前も含めて。三成、どうだ、見えたか。足りねえってんなら何度だって連れ回してやるぜ。そちらも随分と培ってきたのだな、絆の力を。いや、遥かなる天へ、家康様のおそばへ。さて、俺は俺で何人もいるぜ。ケム、竜王の名は水球じゃねえ。10万分の1、どこを持ってると大怪我するぜ。独眼竜王、お前は新たな絆を手に入れたのだ。流れは明らかに我が軍にあり、このまま東照を知恵と引きずり下ろしましょうぞ。家康様、我らは徳川兵であったことを誇りに思いますと。ああ、分かっているよ、忠勝。もうお前の心から目を背けたりはしない。敵前攻防をおすすめするよ。んじゃ、ゲスト大事にするかね。また会おうぜ、イエス。竜王主催のパーリーでね。このまま破れ去りはしない。絆が力に劣るものと人の心に刻ませはしない。よし、あとはみんなに任せるんだ。これは恥じるばかり。民を導くのはわしか、お前か。共に残そう、この世の非業に敗れぬ希望を。貴様の心の強度、古物。うっ、うっ、うっ、絆も情けも弱さなどではないんだ、秀吉殿。大将が突破した、一緒に駆け抜けろ。行くぞ、大将の指示を一言たりとも聞き逃したよ。豊臣に無限の栄が。これが敵の軍ならば、それがしは神を呪おう。出迎
迎えの人数が足らぬぞ。守りたいのはこの世じゃない、この世のみんなを守りたい。この国を病、一刻も早く秀吉様の拳で癒してください。こんな別れを迎えるのも一つの幸せなんですが、あなたは戦わず最後までわしを思い続けていてくれて、配下に先立たれることだと虚しいのだが、これで効かぬとは。敵も必死というわけか。この戦の以前よ、すでに定まっていた結末よ。すべての陣が落とされたと、それはまことなのか。ひねり潰されるには潰されるだけの理由がある。さて、わしの拳とはどちらが上かな。綺麗にくるぶしを浸す兵卒らの涙が見えるか。この拳から伝わる痛み、忘れはしないと約束しよう。まばたきのマスラを惜しい、己の非力を憎悪せよ。剣より放つ。うん、己は無力に絶望せよ。わしは決めた。この両腕を精一杯広げると。誰も抗えない。違う、絆は不滅。この日の元をあるべき形に、我が滑る強き国に。